はっきり言って時すでに遅しだよ。売り上げがなんか10分の1ぐらいになってんだよ。俺泣きっ面に蜂じゃん。ハロー YouTube! メタ社ですね、のプラットフォーム、Facebook とか Instagram を中心として、僕の名前を語る詐欺広告、これに騙された人たちが多数発生して、やっとテレビとかでも報道するようになってですね、どうやら2日前ぐらいからメタ社がですね、私の広告をすべて排除するっていうような暴挙に出ているということが判明しましたので、もうほんとしょうがねえなと。これもう多分1年以上前から私の名前を語った詐欺広告って出てて、最初の頃はですね、僕たち通報してたんですよね、メタに。でもいつまで経ってもいたちごっこで何もやんないんで、もういいやと思って。で、我々被害者でもなん、ね、被害者というか、被害者では間接的な被害者ではあるんですけど、直接的にその金銭的な被害を受けたわけじゃないので、警察にもなかなか被害届とか出しづらいんですよね。まあだから僕とかにその DM 送ったりとかして、詐欺広告、これは本当に堀本さんの報告ですかとかって言ってくる人いるんだけど、俺に聞いたってしょうがねえだろうと。警察に被害届出しなさい。ね、うちの母が騙されましたとかね、そういうのいっぱい来るんだけど、俺は警察じゃねえんだよ。俺に言ったって何も解決しないんですよ。メタ社とか、シンガポールでなんか AI に審査されてるから、この広告は正常ですみたいなこと言ったりとかするんで、どうにもなんないですね。だから、警察に被害届出せって言ったら、最近ね、なんかみんな出し始めてですね、もう、蓋を開けてみたら何十億って多分騙されてるような感じがしますね。だからみんな必死こいてこう、詐欺をずっとやってるんだと思いますけれども、これははっきり言って日本の警察の不手際ですよ。京都府警とかですね、ウィーニー事件とかで金子さんとか捕まえてるくせにですね、あるいはなんか海外の合法カジノでオンラインカジノを日本からやったら捕まえるとかですね、そういう無駄なことをね、ずっとやらずにね、こういうね、本当詐欺に引っかかるかわいそうな人たちを救えよって僕は思うんですけど、やっと最近動き出したなって言って、それを察知してテレビとかでやり始めて、やっとメタ社も動き出した、これやばいなっていうことで動き出したんだと思いますけど、はっきり言って時すでに遅しだよ。で、さらに言うと、俺のオフィシャルの広告まで削除すんなよ。おめえらの AI はどうなってんだよ。うちの株式会社ジョフクってところから出してるスーツっていうサプリだったりとか、 NMNの広告、これ全部ほとんど削除されてて、売り上げがなんか10分の1ぐらいになってんだよ。マジで勘弁してくれよ。ホリエモバイルの広告もそうなってるらしいぞ、お前。マジでさ、なんなん？俺、泣きっ面に蜂じゃん。みたいな話だよ。これはね、もうなんかよくわかんないけど、この間ね、LINE に総務省がね、情報漏洩でネイバー社との結びつきが強いとかって言って行政指導出してましたけど、なんか日本政府って、なんかアジア系の会社とかにはすごい厳しいくせに、なんかグローバルプラットフォームには何の手当もできねえし、この間岸田首相ザッカーバーグに会ってたじゃん、みたいな。お前、俺の日本人が被害に遭ってる詐欺広告のもう首謀者みたいなもんよ。だって、あいつら分かっててやってっからね。だって、メタが過去最高益を上げたのって何割が詐欺広告だよっていうぐらい詐欺広告出てたよ。これ多分日本だけじゃないと思うんですよね。世界中でこういった詐欺広告が問題になってんのに、あいつら詐欺広告が出てんの分かってんのに、AI が判定してるんで大丈夫ですとかわけわかんない言い訳をして、これもう俺詐欺の幇助だと思いますよ。実際のところ。これをね、日本政府及び警察、検察、放置してるっていうのは、本当良くないことだと思いますよ。そして僕の商売にもめちゃくちゃ影響出てますよ。今すぐ私の広告は再開してほしい。我々もちろん問い合わせを出して、この広告は私公認のものですというふうに、もちろん申請は出してるけれども、動いてくれるかどうかわかんねえんだよな。ということで、私、クライアントさんからも広告たくさんいただいておりまして、そちらの方もですね、多分被害受けてると思うので、今すぐ、本当だからこの詐欺の、その、親玉みたいなもの、中国とかにいたりとかして、摘発できねえのかもしんねえけど、なんとかしろよって思いました。いってらっしゃい。野菜食べるので登録してね。